はい、パーティーの方終わりましたけども、最後にね、今日はあの千代田神社の吉田宮司にいろいろちょっとお話を聞かせてもらおうかなと思いまして、ちょっとお時間いただいてます。今日はどうもありがとうございました。いや、お疲れ様でした。いやね、もう本当にね、うちもだいぶ長いこといろいろねパーティーやってきたんですけどね、今回初めてこういうね、寺院、寺社ですかね、そういうところでさせてもらったんですけど、まあ、宮司にもだいぶ無理言いましてね、まあ、パーティーさせてもらったんですけどね、内心怒ってはるんちゃうかなと思ってね、ちょっとその辺のところ聞きたいと思ってますけど、どうですか？いや実はね、いや大盛況でよかったですよ。まあいいです。いやほんまに、でもね、僕が目指しているのは、はい、近づきやすい、とっつきやすい神社っていうのを目指してるんで、はい、なるほど。まあこうやって不特定多数の、まあこういうことがなければ、千代田神社に来なかったような方がね、はいはいはい、来れるようなそうです、ね、まあ、ものが、催しがね、できるっていうのはもう、そうですね、ありがたい、そうですね、してくれるのはありがたい、ね、いやいや、そうですね。まあね、菅原道真公が、御祭神の神社さんなんですけど、はい、まあ、縁結びもね、実は隠れたスポットでありましてね、で、まあ、今回そういうことでさせてもらったんですけども、もちろんね、まあ、婚活パーティーですけども、結婚報告祭っていうのもね、すごいいいんじゃないかなと思ってます。まあ、今後ね、そういう形で我々も神社さんと関わっていけたらなと思ってるんですけど、内心嫌ですよね。いや、それはね、嫌じゃないんですよ。嫌じゃない、嫌じゃない、嫌じゃない、だからもうおっしゃる、岡崎さんがおっしゃるようにね、神社で出会って、で最終的に縁があって、パートナーになり、また神社で結婚式を行う。素晴らしい。いいですよね。いいですよね。素晴らしい。もう、神主冥利に尽きる。そうですか。腕に尽きますね、ほんまに。そうですね。コスプレじゃないんでね。これは違います。本物ですんで、本物の管理さんなんでね。これは。一応言っときますけどね。よそ行き、よそ行き。よそ行き。でね。まあ、こうやってね、この社務所の2階のお部屋借りてやらせてもらったんですけどね、まあ、出会いの場ということになりましたんで、まあ、こういう形でね、何か、まあ、縁結びの方の空間、場所、スポットということでね、今後ともまたお世話になりたいなと思ってます。で、実は、まあ、天神さんなんで、7月ですね、はい、今年は15、16の金曜日、土曜日、なるほどですね、お祭りがありましてね、なんか出店いっぱい出るんですか？もう店だらけですね。なんかゲストとか呼ぶやん。もうゲスト、ね、はい、予定しております、ね。なんかね、歌手とか呼ぶらしいんで、なんかすごい盛大にやられるんですけども、まあ、僕らもこれ作ってね、これ今日6月5日ですけどね、もう早くちょっと作らないといけないんで、まあ、ちょっと精一杯頑張りますけども、まあ、早くてアップできるのは7月14日の夜ぐらいかな。ギリギリ逆にええかもしれん。逆にええかもしれん。今からもう行く。今から行くね。そう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 。先とも来るんだよね。そうそうそう。暇やなっていうんですよね。酒あり、食べ物あり、デザートあり、遊ぶものあり、で、人あり。はい。やるさ、人はいいですね。ほんで、縁が。なんかその時しか売れへん。お守りもある。お守りもある。御朱印。御朱印もね。ありませんね。御朱印は好きなの。ぜひその辺に帰っていいんじゃないかな。駅からも近いんでね、近鉄長野線塩宮からね、徒歩まあ5分って言われますけど、上り坂なんで5分です。これ競歩で2分ぐらいかな。そうです ね、はい、小走り1分かな。小走りでね、行けるそうなんで。で、車はどこれ当日はどうなんですか？もう車で来られても、多分入ってこれないぐらいだと思いますので、できれば公共なるほどなるほど。車だったら河内長野の駅前のノバティの駐車場に止めて、で電車で一駅なんで、これで来られるのが一番いいかと思います。はい、という形なんでね、また12月もちょっとね、こちらの神社さんでパーティーしようと思ってますんで、まあまあ、皆さんね、これ見られてる方で婚活パーティー行きたいなと思ってる方はね、ぜひお参加ください。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。